岩手ブラボー73、こちらは長岡ホテルロミオ420、長岡 HR420、 岐阜県どうぞ。はい、54了解です。こちらから5555555、岐阜県垂井町です。岩手ブラボー73、こちら長岡 HR420、 どちら移動ですか、どうぞ。どうもありがとうございました。おお、俺の質問、どこに移動してますか、移動地教えてください、どうぞ。はい、余市ですね、余市。あ、余市か。はい、余市町了解です。シルベスさんにもよろしくお伝えください、さよなら。はい、シルベスさんね、今いないですね。あ、いないんだ。どっか行っちゃいました、ありがとうございました。お土産はウニのお土産お願いします、さよなら。はい、あ、ジメさん、発車にいるんですかね、どこにいるんだろう。はい、ウニの、殻でよかったですかね。殻、はい、じゃなくて黄色いやつで、黄色いやつお願いします。はい、ありがとうございました。はい、他に向かってこちらが岩手ブラボーの73、ボーダーブレーキを受信します。札幌 KSY359、 こちらは長岡ホテルロミオ420、長岡 HR420、 岐阜県どうぞ。あ、レポート落としました。札幌 KSY359、 こちらは長岡 HR420、 こちらからのレポートは5353、5353、札幌 KSY359、 こちらは長岡 HR420、 53QSB どうぞ。あ、54でしょうか、54でしょうか。札幌 KSY359、 こちらは長岡 HR420、 54でいいですか、どうぞ。はい、了解です。54了解、54了解です。札幌 KSY359、 こちらは長岡 HR420、 ちょっと浮き沈みもあります。ありがとうございました。岐阜県垂井町でした、さよなら。シルベス CB49、 こちらは長岡ホテルロミオ420、長岡ホテルロミオ420です。シルベス CB49 どうぞ。はい、53了解です。同じく5353、同じく5353、シルベス CB49、 こちらは長岡 HR420、 同じく5353どうぞ。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします、さよなら。はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで、遊びが仕事、桃助です。いやー、e スポって楽しいよね。まあ、ビナナさんね、岩手ブラボー73曲よく知ってるので、まあ、あんな冗談をね、更新中に言えるんですけど、ビナナさんね、電話で喋ることっていうのも、まあ、たまにね、フラム関係の連絡とかあるんですけど、まあ、市民ラジオであえて話すことの方が多いですからね。まあ、500ミリワットでね、こう自力で繋がってお土産を要求するっていう、まあこんな遊び方、こういう冗談が通じるのも、ライセンスグリーム線のね、面白いところなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、さて、今日はですね、今月のイベントのご案内をしたいと思います。ライセンスグリーム線には、全国で一斉に運用しようよというイベントが年に、1、2、3、4、5、6回、あるんですけども、その中でまあ一番盛り上がるって言ってもいいのかな、SV サマーバケーションというイベント、これ毎年7月の最終土日に開催されるんですが、今年は7月25日の21時から7月26日の15時までのスケジュールで開催されます。
まあ市民ラジオのもともとイベントで、ラジオの制作という雑誌でですね、こう 7.25 移動大作戦とかね、なんかそういった感じで、この日にね、夏休みのこの日に、みんなで一斉に移動し運用しようよみたいな呼びかけを雑誌でしてたのが始まりになってるんですが、その名残でこう残ってるのがこの SV というイベントですね。で、この2日がかりのイベントっていうのは、5月と7月と9月にあって、この7月がですね、一番こう、e スポが熱いイベントなんですよね。まあ、シミラジオのイベントで、そもそもは、まあ、高い山の上に登って運用しようよというイベントなので、クロスケなんかなんか山に行こうかなって言ってたけど、まあ、山で移動運用っていう方もたくさんいらっしゃるんですが、もちろん e スポを狙ってね、海辺に移動なんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。 SV としては特定省電力トランシーバーも含まれていますし、あとはねもう近年増えてきているデジタル会無線とかデジタル省電力コミュニティ無線とかそういったものを、一緒に運用される方もいらっしゃると思います。今年はですね、まあ僕ゴールデンウィークの一斉オンエアでもう何年ぶりかわからないけど移動運用しなかったんですよね。というのも5月のゴールデンウィークっていうのはもうコロナ禍真っ只中という感じで、まあ今もねもちろん収まってないんだけど、移動自粛という形になってましたから、移動運用しなかったんですね。でまあさすがにねこの7月はしたいなと思ってるんですが、最近ねまた感染者数も増えつつありますので、まあ状況を見ながらね、皆さんも移動運用ねしてもらえればと思いますし、僕もねどうしようかねちょっと考えてるんですよね。今年これ本来オリンピックが開催される予定だったので4連休になってるんで、まあ遠いところもね行けないことないんだけど、まだね決められてないんですよね。ちょっとねその遠くに飛行機とか船で遠征するっていうのはちょっとこういう連休を外して人の少ない時に、ね、しようと実は別に計画をしているので、この連休はね多分公共交通を避ける方向で行くんじゃないかな。ちょっとわかんないです。まず状況を見てね、もしかしたら飛行機で手軽に行けるとことかっていうのを考えるかもしれないし、ちょっと検討中、今後のね様子も見ながら、僕もね移動先決めようかなって言ったところで、皆さんもねいろんな状況に合わせて自分の都合に合わせてね思い思いの場所から運用していただければと思います。こういったライセンスフリー無線の移動イベントについては FLRM フラムのウェブサイトの方にも日程書いてありますので、そちらの方説明欄にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。ということで今日はウニ丼の動画ちょっとそれだけじゃちょっと動画として申し訳ないなと思ったので、今月のライセンスフリー無線の移動運用イベントのご紹介でした。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価ボタンを押していただけるとモモスケの動画作りモチベーションアップになります。ぜひ SV2020 皆さんで更新を楽しみましょう。以上モモスケでした。バイバイ。